続いて、はい、読みますよ。ディアネーム、ディアネームね。トールさんからいただいてます。ありがとうございます。ヒロシさん、オノディさん、こんばんモス。こんばんは。こんばんモス。シルフ買いました。うん。ロックのガチで組織手帳最高ですよ。これにテストの点数が良くなりますようにって書いておけば、1週間後のテストはバッチリですね。デスカレンダー、本当に効果があることを願いつつ遊びます。あ、すごくいい。ね、お客さん、ね。ポジティブな使い方だね。ね。そうだよね。うん。なんで我々あんなマイナス方向にばっかり物事を書いちゃったんだろう。そうですね。お互いにとって。お互いにダメージがあるから。そっか、自分にとって面白だからだ、それがな。まあ、しょうがないな。あ、そうだ。何ですか？デスカレンダーに書いたじゃん。はい。いろいろとね。ねえ、あれが本当にならなきゃ困るので、小野くんそろそろイラストをね。ああ小野先生、ね、小野先生、そろそろイラストの締め切りが。もう来てるんですか？そろそろ来るんですよ。やばいな、やばいな。なんか、ないですか？ん？なんかないですか？ないですか？もう、アイディア的なものはもう、すでに。まあでも、響きの絵を描かなきゃいけないですよね。あそこに乗るってことは。まあでも、シルフの連載のものだったら何でもいいんじゃないかな。え、ジョジョとか？だからジョジョは乗ってねえだろ。お前的ジョ、お前的シルフにはジョジョ乗ってんの。むしろそれを見せてみる。うんうんうん。ダメか。うん、まあ、だ響きの絵を描きますけども。ほー。うん。この表紙の絵とかをほら、アレンジするとか。本当に、うん、とか、まあ、なんかタッチを変えるとかね。前衛的な。タッチを変える前衛的な。あの、小林優ちゃんが描く絵みたいにするとか。あー精神が不安定になる、うん。あと乗せてくれるかどうかで言うと、うん、乗せてくれないと思うよ、ちょっと、うん。先走ってるんでね、未来に、あの、時代をね、うん、先取ってるんでね、どうしようかな。アイデアないの？そろそろもう、ねえ、書かなきゃまずいんじゃないかな。うん。書く。わかった、うん。デスカレンダーに書いたんだからね。逆に、うん、どのタッチで書いてほしいですか？じゃあ。結構で、何でもできるんで。ああ、そうなの？うん、へぇー、それはすごいじゃん。なんか、作家さんの名前でもいいんで。え？作家さんの誰タッチとか言ってくれれば。足立みちるタッチだったら、書ける。書けるんで、全然書ける。マジで、マジで、タッチャンカッチャンみたいな感じで。本当に？タッチャンカッチャンみたいな感じ。すげえな。かなり特徴的な絵でも大丈夫。みたいな感じで。かなり特徴的な絵でも大丈夫。大丈夫です。本当に？だです。ああ、そうなんだ。大丈夫です。大丈夫です。なんでそんな食い気味なの？来いよ、構わん。そうなんだ。構わんな。じゃあ、相原浩司的な。サルマンっぽい。そこ？サルマンっぽい。サルマン、サルマン大好きだな。すごい超濃い感じの。あんたサルマン大好きだな。ええ。ね、竹熊さんみたいな。あ、相原浩司先生の方で。わかりました。乗るかな？シルフの作家陣に絶対いないんですけど、あのタッチ。あ、いないかな？うん。相原浩司先生みたいな。あとこれ聞いてる人あんま知らないと思う。そう、サルマンみんな知ってるよ。そうかな？ほんとだ、知ってるよ。わかりました。みんな知ってるって。相原先生のタッチをマスターして、そうだよ。響きの絵を描きます。はい。頼むよ。ええ。大丈夫っす。まあ、そのタッチじゃなくてもいいけどね、乗ればね、結果ね。大丈夫です。はい。